行動を開始しよう。行こう。行動を開始しよう。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。行動を開始しよう。行こう。マントが長くなったからちょっと慣れないや。私は全てを変えます。私は全てを変えます。準備できましたか？いつものペースですね。いつものペースですね。準備できましたか？今日の相手は私を失望させないといいですね。you
その本質の違いを理解できているとは思わないけど。そうそうだ、ボス頭。あんたこの間内部要領の論文を書いたじゃん。実験の用意をするから、あんたが説明してなさい。しかし、それはあくまで推測だ。まだ実験データによる検証をしていないからね。実際の場合は、推測の対象よりもずっと多いかもしれない。いいんじゃない？聞かないよりマシでしょ？どうせこれからの実験で、あんたの考えを検証できるもの。ちょうど弁明の人たちもいるし、オットーとは違う意見を聞かせるのも悪いことじゃないでしょ。そうね、ぜひ聞きたいわ。リツシャコアに関して、霊主本人が第一リツシャであるネゲントロピーの方が、きっと独特の見解があるはずでしょう。お世辞をどう思う。僕はただ、二つの時代のコアを比較して研究してみただけだ。結論を言うと、リツシャコアの死と生の状態はただの分類の誤りで、偶然による現象だ。偶然ですか。例を挙げよう。アリとシロアリは見た目でも生態でも似たようなところがたくさんある。そうだろ。しかし分類体系だと、アリは八目アリ科、シロアリはゴキブリ目シロアリ科なんだ。ざっくりと言えば、アリは特殊なスズメバチで、シロアリは変異したゴキブリだ。これが生物学の修練進化に関する例だ。アリとシロアリは全然違う系統だが、似たような場所で自然淘汰された結果、多くの共通点を持つようになったんだ。なるほど。漁師の海のものである生涯が、見た目だけではバルキリーの装甲とあまり違わないような話ですね。待ってください。それはつまり、私たちの時代で誕生したリッチャコアと神の鍵の中のリッチャコアは本質的に全く違うものなんですか？それが僕の推測さ。今のところ、僕たちの時代で誕生したリッチャコアは虚数空間とのつながりにおいて何らかの柔軟性があるんだ。例えば、条件さえ満たせば何の関係もない人でも律者になることができる。しかし、全文明の神の鍵にあるコアはどうしてもそれができないんだ。確かにそうね。固定化した定格出力の調整にしか使えない。新しい機能の開発すらできないわ。その矛盾がよりはっきりと目立ったのは、この前の雷の律者再生事件だ。当時、ライデン・メイは体内で自身の律者コアを凝結させた。その影響で本来のコンケストジェムは消えてなくなった。しかし、ヨルムンガンドの持つ第三の神の鍵はその影響を全く受けていない。キアナと天下制裁の状況もそれに類似している。ええ、そういえばヨルムンガンド側も彼らの計画にとって
生きてるリッチャコアだけが価値があると強調してたわね。もちろんその4つはシーリンジェムだけの特例だと考えてもいいが、同時にこういう推測もできるんだ。僕たちの時代で誕生したリツシャコアと全文明で誕生したリツシャコア、その2者の間には僕たちが考えたこともない本質的な違いがあるんじゃないかと。僕はその仮説を立て、推論と演算を繰り返し、ある驚きの結果を発見した。理論上必要な仮説はシーリンジェム独自の性質よりもずっとシンプルだった。後者に関しては大量のパラメータを事前に設定しないと数学的に最終結果を導き出すことが難しい。しかし前者では虚数特異点は一つの点ではなく次元であることを仮説にすればパラメータを設定する必要はない。あら、まさに完結こそ英知の真髄。虚数特異点、それがリツシャコアの根本よ。その通り。この仮説の素晴らしいところはそこにあるんだ。基地の通り、リツシャコアの中の虚数特異点はあらゆる超自然現象を引き起こせる不可能構造。しかし数学的に不可能構造自体が構造を持つことは禁止されていない。その方向で推論すると、全文明のリツシャコアは次元情報のない純正な特異点に対応していることに僕は気づいた。そして僕たちの時代で誕生したリツシャコアはちょうど一次元の円周を持つリング状に対応している。口語的に話すと、そのリング状の構造の関係によりコアは生きていて再度活性化する柔軟性を持つ。もっとわかりやすく話すとこうかしら。全文明のリツシャコアは静止した状態、リツシャ本体から離れると変化しなくなるから死んでいるように見えるけど、今のリツシャコアは動的だから、リツシャ本体から離れても外部の刺激があれば変化する。だから生きているように見える。その通りだ。もし僕たちの目の前にある支配のリツシャのコアも生きているなら、この推測の信憑性はさらに上がる。逆に言えば、この世界の下の構造は僕たちのあらゆる予想よりも複雑。あ、ボサ頭、あんた本当に縁起でもないことを言うわね。テスラ博士、何があったんだ？自分で見なさい。この実験結果をどう説明すればいいかわからないわ。ありえないでしょ、このリツシャコア。全然虚数特異点が検出できないのよ。本当にリツシャコアなわけ？どうやらコアに関する研究はあまりスムーズではないようね。ああ、他の物理指標から考えるとそれは確かにリツシャコアだ。崩壊エネルギーを吸収でき、物理法則の変化を引き起こすことも可能。しかし非常に不思議なのは、実験方法をいくら変えてもその虚数特異点が見つからない。以前発見した小さいコアみたいだ。もちろん僕たちは分かっている。本物の支配の律者である烏合の衆は人形たちとは全く違う。その規模なら虚数特異点に関する有益な情報を検出できるはずなのに。私の考えを話してもいいかしら。未熟な考えかもしれないけど。構わないさ。見ての通り、テスラ博士はいても立ってもいられないほどイライラしているからね。その変わった現象の理由は、支配の律者が支配劇場を所有したからじゃないかしら。ほう。ほら、虚数特異点は空間の各次元にも同時に存在するはずでしょ。もし支配劇場の実際的な次元が現実空間よりもずっと高いなら、観測可能な虚数特異点の信号もそれにより削られる。そうすると完全なリツシャコアを持っていても情報を検出できないんじゃないかしら。機械というものには感度の加減があるもの。
確かに筋が通っている。もしそれが真実なら、それを検証するために僕たちは、うん、それならできるかもしれない。アインシュタイン博士、何かいい方法を思いついたの？ああ、とりあえずキアナとブローニャのところに行こう。この件には彼女たちの力が必要なんだ。律者の力を使って律者コアを攻撃？ああ、それが唯一支配の律者コアの存在状態を確認できる方法だ。暴れているテスラ博士を落ち着かせるためですか？それを解決できるならブローニャは賛成します。この件においてはそれだけじゃないよ、ブローニャ。今の状況で律者コアの存在状態を確認できると、オットー側の問題の解決にもつながるんだ。確か過去の自分をコピーしてそのもう一人の自分を殺したんだよね。一体何を企んでるの？それに本当に500年前にすでに亡くなっている人を復活させるつもり？そんなの死の律者の力でもできないのに。わからない。オットーという人間の厄介なところは、彼の話を簡単に信じることも、彼の行動を無視することもできないところだ。もし律者コアの存在の状態を見て、オットーが僕たちの予想以上に何らかの細工をしていたら、彼からより多くの情報を聞き出さないといけない。オットーは明日テレサさんと継承儀式に参加するが、彼が何を企んでいるのか誰にもわからない。そうね、オットーさんが知っていることは私たちの予想をはるかに超えているのかもしれない。私自身彼の部下だったし、こんなことを口にするのは少しおかしいかもしれないけど、皆さんはあの困った男よりも先を見つめたいって思ったことはないかしら。アインシュタイン博士がある素晴らしい推測を教えてくれた。もしその推測を支配の律者のコアを通して検証できたら、もしかしたら私たちは崩壊の本質に昔よりもずっと近づき、理解することができるかもしれない。そうすればあのお父さんよりもずっと遠くを見つめられるはずよ。長光所長、少し落ち着いてください。あ、ごめんなさい。私この話になるとつい興奮してしまうから、見苦しいところを見せたわね。おじい様のことだから警戒しないといけないわ。けどこれ以上続けるとまた話がそれる気がするから、とにかくアインシュタイン博士の実験目標をクリアするために、なるべく多くの崩壊エネルギーを律者の力を通して小さな空間に凝縮したいの。私も力の限り低迷の実験器具を提供するけど、私は残念ながら実験には参加できないわ。君ならこの実験に参加すると思っていたよ。しょうがないわ。4時半までに彼のところに到着するようにとお父さんに言われていてね。何かしてほしいと言われたのか？例の旅の準備かもしれない。第二の神の鍵の操作とか、とにかく危険すぎることではないと思うわ。君はこの実験の結果について何も心配していないようだね。ええ、そうね。だってハイピリオンの皆さんも、不朽なる刃のヴァルキリーたちも問題を解決する専門家でしょ。できれば僕たちは問題が起きた後の対策を考えるのではなく、問題を未然に防ぎたいんだけどね。はいはい、分かったわ。なるべくお父さんに気づかれないようにみんなに有益なことをしてみるから、これでいいかしら？もし君がそうしてくれるならこれ以上は文句を言えないさ。ご理解感謝するわ。じゃあ急いで実験器具と信号分析設備を準備しましょう。他のみんなは1時間自由行動でいいわ。この街は比較的安全だから、今のうちに体を動かして気分転換しておきましょう。特にキアナとブローニャ、必要のないプレッシャーやストレスを発散しておくように。そうですね、そうした方が実験でより正確に律者の力を使えると思います。キアナは退去研究の入門をまだ覚えてる？毛念を断ち呼吸を落ち着かせる。
何も知らず、何も感じない。その通り。だから今のうちに気分を楽にして外に出て歩こう。ずっと中にいるとかえってストレスを感じてしまうから。委員長も学園長もありがとう。ちょうど気になっていることがあるから今のうちに解決しておくよ。ブローニャはもともと集中力を高める訓練をしようとしていました。この時間をちゃんと使おうと思います。ええ、気分転換してきなさい。解散。